こんにちは、平石彩子です。蒸し暑い毎日ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は台風シーズンを目前に、大雨や台風への日頃の備えについて詳しく取り上げます。また、6月15日に千代田区の銀行クラブで行われた 第32回太宰治賞贈呈式の模様も合わせてご紹介します清原市長の一言コーナーともどもどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれではまずはじめに大雨や台風への日頃の備えについてです近年、地球の温暖化などによる異常気象の影響で短時間に局地的に大量の雨が降る いわゆるゲリラ豪雨が全国的に多発しておりこのため降る雨の量が下水道の処理能力を超えてしまうなどの理由から都会での浸水被害が目立ってきています本日は大雨や台風への日頃の備えについて防災課の今井主さんにいろいろとお聞きしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします 今年ももうすぐ台風シーズンを迎えつつありますが最近では信じられないような大雨が降り今まではあまりなかった都会ででの浸水被害が目立ってきてきますすよね。そうですね。そうん、地球温暖化の影響とも言われているんですけども、まあ、近年、世界のあちこちで、まあ、ぱったりと雨が降らなくなってしまったり反対にとんでもない豪雨が続いて大規模な洪水が起こってしまったり。はい でまあ、今まで考えられなかったようなまさに、まあ、異常な気象現象というのが世界各地で起こっています三鷹市ではおととし季節外れの氷が降りまして、はい、住宅への浸水被害やでまた農作物に甚大な被害、まあ、そういったことが発生したということを覚えていらっしゃる方も多いかと思います。うんそうですね 下水道がしっかりと整備されている都会では浸水被害は昔のことのように思っていましたが最近ではそうとばかりも言っていられないようですね。そうなんですねで。降った雨っていうのは地中に染み込んで,でそれがやがて地下水になって私たちの暮らしを支えてくれているはずだったんですけども、はい、まあ地表の多くがですねコンクリートやアスファルトに覆われてしまった都会では降った雨の多くはです、ねまあ、下水道管を通って海に流れてしまう。うん でまた近年下水道処理の能力を大幅に超えるような、まあ、100ミリというものの雨、えー、そういった雨が降ることも珍しくなくなってきています。はい、でこのため下水道から雨水があふれましてそれが浸水被害を起こすとでまたあの市,外の例、まあ、市外の事例になるんですけどもマンホールから水があふれ出すというようなことも起こっています。うん、でこれが最近都市型水害が増えている理由の一つでもあるんですね。はい これに対して三鷹市では下水道の雨水への流入を極力抑えるためあの雨水を貯留してですね地下の土壌に浸透させるため、まあ、そういった施設の設置を進めているんですけれどもただその一方で道路の側溝だとか排水溝その詰まりが原因でそもそも降った雨水がもう下水道に流れ込まないでその結果道路が冠水する事例というのがやはり多くなっています。はあ でこうしたことから東京都ではあの台風シーズンを目前に控えた6月をですねえ浸水対策強化月間と定めまして身近な場所での予防対策を皆さんにお願いしていますうん。そうしますと私たちが今すぐできる効果的な浸水予防対策としてはどのようなものが挙げられますでしょうか。基本はごく単純なんですね。はい。でお近くの道路の速行だとか排水口でそれを普段からこまめに点検いただきまして。 で落ち葉タとかゴミそういったものをきれいに取り除いて雨水の流れを良くしておくことまあ、これにつきます、はい、でただまた駐車場の前の側溝の上にですね車の乗り入れをスムーズにするためにブロックを置く方がいらっしゃいます、えー、でただそれでは雨水の流れっていうのが良くならないので、うん、やはり速攻には物を置かないようにしてくださいはい でそんな小さなことをというふうにお思いになるかもしれないんですけどもで町の隅々を流れている側溝、えーまあ、ですねでこれ人間に例えると毛細血管みたいな、なな<ー>そんんものですから側溝が詰まりますといくらどんなに太い下水道管を備えていたとしても役に立たないんです。うん 側溝、まあ、だとか排水溝の清掃というのはまた町の美化にもつながることですからぜひご近所の方にお声かけいただいてご協力をよろししくお願い側溝、はい、は広い都会に降った雨水を集める毛細血管ということなんですね。ところでお話は変わりますが台風というとやはり大雨、そして強風というふうになりますが強風もまた怖いですよね。うん その通りです台風っていうのは風速40メートルを超えるようなそういった猛烈な強風を伴うこともあります。はい、で強風対策っていうのがまあ大事な一つのポイントになるんですけどもで昔はあの雨戸などを釘で打ち付けたりしてその対策としてることもあったんですけども<ー>まあ近年の住宅っていうのはかなり丈夫な建材を使ってますから戸が飛んだりですね、うん、あるいはガラスが割れたりっていうことはもうほとんどなくなりました。うん でただあの、ベランダにです、ね、植木鉢を置いていたりあるいは物干し竿が強風で飛ばされたりでそれがガラスに当たって割れたりです、ねまあ、場合によっては人に当たって怪我をしてしまうそういったこともやはり起こっていますですからまあ普段から強い風に備えてです、ね、家の周りをきれいに片付けておくとでまた台風が近づいたら改めて点検して場合によっては物を固定したりであるいは安全な場所に移動しておくということも大事なことになりますね。そうですね。 そうなりますとこの時期は普段から気象情報や台風の動きなどに注意し気配り目配りを怠らないことが大切なんですね。はいそうです。うん、でテレビや新聞などではあの台風情報あるいは天気予報っていうのをあの随時報道しています。はい、でただあの最近はさらにきめ細かい気象情報っていうのをまあ、リアルタイムで簡単にチェックできるようになっていますからあの今日は最後にこのあたりについて少し詳しくご紹介したいと思います。はい。 最新の気象情報を確認できる便利なウェブサイトとしましては東京都が提供している東京周辺の雨雲の位置や移動状況で雨量の大小などが詳しくチェックできる東京アメッシュや1時間先の降水予報を5分ごとに見ることができる気象庁の高解像度降水ナウキャストななどがおす,すめなんですねで。例えばこのウェブサイトを使えば今どこに雨雲があってこの先どう進んでいくのか。 それが三鷹市の地図上に表示されますので例えばちょっと買い物に出たいだとかでそういった場合にあの傘がいるかどうかでまたあの洗濯物をいつ取り込まなければいけないんだということもかなり細かく読み込むことも可能かと思いいます。すすごいですね。こんんなに拡大でできるんですねで。この他にも特定の場所に降水予報が出ると、はい、手元のスマートフォンにアラームで教えてくれるサービスでさらには特定の河川の水量の状況 雷や竜巻についての違法などなどですねあの民間事業者も様々なアプリケーションを提供していますから気象情報サービスってどんどん進化しています、うん、でこうした情報を上手に利用するとかなり賢くしかも安心して、えー、生活できると思いますねはい大変よくわかりましたやはり何事もこの先の変化や状況をいち早くキャッチし余裕のあるうちに対策を取っておくことが大事なようですねそうですね 今日はいろいろと耳寄り情報をありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました。市ではお住まいの地域や職場、通勤通学路などの浸水の危険性や周辺の避難場所などについてわかりやすく解説した三鷹市浸水ハザードマップを配布しています。詳しいお問い合わせは防災課へどうぞ。 それでは次に6月15日に千代田区の銀行クラブで行われた第32回太宰治賞の贈呈式の模様をご覧いただきましょう第32回太宰治賞に1473編の応募作品の中から埼玉県在住の夜釣十六さんの楽園が選ばれ6月15日銀行クラブでその贈呈式が行われました。

太宰治賞は三鷹市が太宰の没後50年を機に千曲書房と共同主催で復活させた小説の公募新人賞近年は芥川賞受賞の津村喜久子さんや三島由紀夫賞受賞の今村夏子さん大江健三郎賞受賞の岩城恵さんなど有望な作家を輩出し若手作家の登竜門として注目を集めています。 受賞作楽園を含め最終候補作品4作品はラザイオサム賞2016としてちくま書房から発売中です定価は税込み1080円お求めは市内の主要書店でどうぞそれでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう 皆なさまこんにちは三鷹市長の清原恵子です私は今三鷹市山本雄三記念館の応接間におります山本雄三は昭和11年から昭和21年まで大正時代に建てられたこの洋館に住み多くの作品を生み出しました 三鷹市は「太宰治が生きた町三鷹」として6月には千曲書房さんと共催している第32回の太宰治賞の贈呈式を行いご遺族の対馬家から帰宅された「太宰治資料展2」も開かせていただきました。 私たちの町三鷹は、多くの文学者が住まい、今もなお多くの方が作品を作り続けてくださっています。武者工事真奴、山本雄三は名誉市民ですし、昨年11月には、夫である吉村明さんとともに三鷹に住み、多くの作品を生み出してくださった津村節子さんに、 名誉市民になっていたただきましたさてこちらの三鷹市山本雄三記念館は昭和60年に三鷹市に移管され青少年文庫を継承していましたが平成8年11月3日に三鷹市山本雄三記念館として開設してちょうど今年で 20周年を迎えていますただいま「雄三文庫の思い出子どもたちに本を」という企画展を催しています9月4日まで是非皆様この企画展にもご来館ください山本雄三は小国民文庫を解説するなど子どもたちに本をという思いをこの場所で 展開をししててくださっていました私たちも今スマートフォンやインターネットが普及している時代にあって改めて子どもたちに本を絵本を読み聞かせたり読んでもらうそんな読書環境を作ることの大切さを痛感しています。子どもたちに本本を大人も本も改めて 山本雄三記念館のこの展示を通して皆様にも文学の素晴らしさを実感していただければと思いますそれでは三鷹市山本雄三記念館でもまたお目にかかりますいかがでしたでしょうか今回のみるみる三鷹 1>, 1月のカレンダーをめくると7日の七夕に始まり浅草の宝月市や朝顔市など夏の行事が目白押しです子どもたちが待ちに待った夏休みももうすぐですねそれではまた次回をどうぞお楽しみに